はい、こんにちは、ニャです。ってことでね、皆さん、ガンダムエクシア使ってますでしょうか？私ですね、このキャラに一つ疑問があったんでね、それについて喋っていこうと思います。まあ何かって言うとですね、まずね、原作知らない人にね、軽く喋りながら話すんですけど、これですね、ガンダムエクシアっていうのは普通はですね、このね、赤くない状態、普通の色の状態で戦うんです。でも、一瞬だけ強くなるモードっていうのがあって、それがトランザムっていう仕組みですね。で、それを使うとですね、こちらトランザムモードみたいな感じで、まあ、機体が赤くなって、で、動きが速くなってね、強くなるんです。ただ、一瞬だけでですね、その後ですね、逆に弱体化するっていうのが、まあ、トランザムの仕組みなんですね。ただですよ、これですね、はい、ガンダムエクシア変身しっぱなしなんですよ。私ね、 YouTube のコメントでですね、おそらくまあ、ガンダムからパズドラを知ってくれた方でですね、なんでガンダムエクシアずっと強くなったままなの、戻らないのっていう話をされてたんですね。まあ、コメントで言われてたんです。で、私も確かにまあ、原作再現で言うなら変身しっぱなしってちょっと違うよなって思ってたんですけど、私気づきました。これがそういうことじゃないってことに。まあ、もちろんですね、変身でトランザムを表してるっていうのもあると思うんですけど、おそらくトランザムをしてるのはこっちです。3ターンのスキルです。このスキル強くてですね、1ターン間回復力と操作時間と自分の攻力が3倍、自分の上限が70億になります。特にね、この自分の上限70億になるとこなんか、まさにトランザムっぽいところなんですよね。ってことで、多分ですけど、このトランザムモードのトランザムを表してるのはですね、このスキルです。この3ターンに一度打てるスキルっていうのがトランザムを表してるんです。つまり、まあ、3ターンに一度トランザムができるってことですね。で、2ターン休憩した後またトランザムができるっていうことになっております。これがですね、まあ、トランザムの原作再現だと私はですね、気づきました。まあ、私の予想ですけどね。予想ですけど、そういう感じかなと思います。で、ってことはですよ、3ターンに一度トランザムできるんだったら、3体いれば、常時トランザムできますよねってことですね。今回は、エクシア3体使ってですね、トランザムループして、常時最強状態で戦っていこうかなと思います。ね、壇上はですね、千住ですね。まあ、簡単なんで。はい。ってことでやっていきましょう。どうぞ。さあ、やっていきましょう。ずっとトランザム、エクシアループで常時最強編成でございます。まず1階層ね、リーダーエクシア変身します。はい。はい、リーダーのね、エクシアを変身していきます。はい、で、今回はですね、右側の敵は、コンボ吸収の敵が出てますね。はい、エクシア3ターンヘイストで変身と。で、ディーナ、撃ってください。で、ヘイストされるんで、はい、もう早速ね、トランザムしていきましょう。エクシアのスキルを撃っていきます。で、ここからですね、変身していきましょう。サブとフレンドの方のエクシアも変身して、これでね、全員トランザムモードになりましたと。で、私のね、考えで言うと、これはですね、リーダーの方が、トランザムしてる状態ですね。はい。で、はい、殴っていきましょう。で、今回はね、コンボ吸収の敵が出てるんですけど、もしね、無効貫通の敵が出てたら、6色組むか、それかね、メリットの武器打ってください。どっちでも大丈夫です。はい。まあ、できれば6色あったら6色組んでもらって、6色なかったらですね、普通にメリット打っても OK です。はい。っていうことで突破していきます。続いて2階層ですね。2階層も同じくですね、ここ無効貫通の敵も出るんですけど、もし出た場合は6色組んでください。で、無効貫通じゃない場合でもですね、ダメージ吸収とかは普通にメリット打ってもらって OK です。はい。さあ、ってことで今回はダメージ吸収出てるんで、メニット打たざるを得ないですね。はい、メニット打ってもらって、はい、で、トランザムしていきます。はいと。さあ、スキル打って殴っていきましょう。はい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 。はいと。さあさあさあ、で、殴っていきます。はいと。いいですね。はい、これで削っていきましょう。はい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 、はいと。よしよし。さあ、いいですね。これで削っていきます。はい、OK です。突破です。さあ、続いては3階層ですね。3階層メニット打つか、メニットの継続で殴っていきましょう。でね、はい、しっかりとね、はい、エクシア、トランザムしていきましょう。スキル打っていきましょう。はいと。さあ、さあさあさあ。はい、防御陣形と。いいですね。じゃあ、エクシア打ちましょう。はい、エクシアと。で、トランザムと。よし。はいと。で、殴っていきましょう。水の全体攻撃組みながら、適当にね、パズル組んでいきましょう。はいと、OK です。これで削っていきましょう。はいはいはいと。よし。はい、いきます。削っていきます。はい、OK ですね。さあ、続いてです。続いては、4階層ですね。4階層はですね、ここ普通に通販すれば OK ですね。で、もしね、これね、しんどそうだったらですね、超根常時1コンボしても OK ですね。攻撃色以外で1コンボしてください。さあ、トランザムしてね、殴っていきましょう。しっかりとね、毎ターントランザムしていきますからね。はいはい。さあ、で、まずは超根常まで削っていきます。はいはいはいと、いいですね。よし。はい、削りまーす。はい、OK です。で、はい、次ですね、コンボ吸収いきます。コンボ吸収傷そうだったら別にですね、マジで、無理しなくて大丈夫です。吸収されなければ何でもいいですね。突破狙ってもいいし、どっちでも OK です。はいと、じゃあ行きましょう。はい、トランザムしてと。よし。で、殴っていきましょう。はいはい、平積みですね。さあ、はいはい。さあさあ、しっかりと組んで、組んで、はい、組んで、組んでと。はい、いいですね。これで削っていきましょう。はい、余裕でね、コンボは超えてますね。よしと。よし、17コンボ。
はい、20コンボと細かさまでありますからね。はい、突破していきます。さあ、続いてです。はいと。さあ、続いては5階層ですね。5階層消せない回復はホワイトベースでしてください。で、ダメージ無効に関しては6色組むか、それかね、あれですね、ウィング打ってください。そう、ウィングはですね、ウィングじゃなくてウィングだそうですね。はい。さあ、ってことでトランザムしたら殴っていきましょう。はいはいはい。さあさあさあ、はい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 。しっかりと組んでね、殴っていきます。はい、OK です。これで突破していきましょう。はいはいはいと。さあ、6色組みながら削っていきます。はい、OK ですね。さあ、6色組んでない？今。組んでない？あれ？よし。まあ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 。まあ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 、まあ。はいと、さあ、縦張ってますね。両方無効貫通になりましたね。さあ、もう一回ね、はい、トランザムしてと、で、殴っていきましょう。まあ、ジョージトランザムですから、こっちは。はい。さあさあ、殴っていきます。回復組んでと、闇組んで。はい、いいですね。L 字組んで、これで削っていきましょう。はい、はい、はい、はいと、いいですね。これで削っていきます。はい、OK です。さあ、続いては、6階層ですね。6階層、前田はワンパン。で、明智は詐欺に打って、で、進化してね。で、耐久した後に突破してください。今回は、はい、明智が出てますね。ってことで、詐欺に打っていきましょう。で、遅延かけます。はいと。で、適当にね、1コンボしていきましょう。はい。さあ、ここは、ノートランダムですね。1コンボ、1コンボ。はい。で、1コンボと、全員溜まったからね、これ同時にトランザムもできますね。はい、さらに1コンボしていきます。これでね、アシスト無効とかもなくなってくれるんで、はい、もう余裕で倒せますね。まあ、一応ね、はい、スキルダメしてから行きましょうか。はいと。さあさあさあ。まあ、溜めるスキルもそんなないんですけどね、2と。はい、じゃあもう行きましょう。詐欺に打って、はい。さあ、トランザムしてと、また左からトランザムしていきます。よし。で、殴っていきましょう。平積みです。はいはいはい。いいですね。はいはいはい。よし。はい、OK ですね。これで削っていきましょう。はい。はいはいはいと。さあさあ。これで、はい、削っていきましょう。OK ですね。削ります。はい、OK。さあ、続いてです。続いては7階層ですね。7階層、ウィング、打って、突破していきましょう。属性吸収と、はい、右が何にもないですね。OK です。さあさあさあ、エクシア、トランザムしてと。はい、OK。で、はい、ウィング打って殴っていきましょう。打ってないですね。まあ、とりあえず打たなかったのかな。で、殴っていきましょう。はいはいはい。よしよしよし。さあ、平積みして、OK です。これで削っていきましょう。はいはいはいと。よし。で、はい、削っていきます。よしよしよし。はい、いきます。で、身を固めてと。さあ、じゃあね、はい、次こそ属性吸収打って殴っていきましょう。指現象来たんですけど、トランザムで返せちゃうんですね。トランザムは指現象効かないですから。はい。さあ、じゃあ属性吸収打ってね、殴っていきましょう。はい、いきます。はいはいはい。さあ、さあさあさあ。はいはいはい。しっかりと組んで、いいですね。これで削っていきましょう。よしと。さあさあさあ、しっかりと組んでね、殴っていきます。縦張ってますけどね。はい。殴って削っていきましょう。いい落ち込んですね。はい、突破です。よし。さあ、続いてです。続いては8階層ですね。8階層、毛利は一旦待ってから突破してください。で、その他の敵に関しては、ホワイトベース打って、あと1で突破ですね。はい。で、今回はその他なんで、はい、ホワイトベース打って、消せない回復してもらって、で、はい、2ターン待ちましょうか。はい、詐欺で打ってね。さあ、1コンボしてと。さあ、さらにもう1コンボしていきます。はい、1コンボと。いいですね。じゃあ突破していきましょう。はい、トランザムします。左からトランザムして殴っていきましょう。はいと。よし。さあさあさあ、平積みして、殴っていきます。平積み。平積み。はいはい。さあさあさあ、しっかりと組んでね。よしと。いいですね。これで殴って突破していきましょう。はいはいはい。はいと。よし。いいですね。これで削っていきます。はい、OK です。さあ、続いて9階層ですね。9階層ここウィング打ってね、ダメージ吸収対応して殴っていきましょう。無効貫通で、ね、対応して殴っていきましょう。はいと。さあ、まだ溜まってないんでね、とりあえず普通にそのまま殴ります。はい、これはで別にですね、倒すつもりないんで、はい、トランザムしてないですね。スキル打ってないです。はい、待ちましょう。一旦待ちです。はい。さあ、左削らないようにね、右ターゲットしときましょう。で、溜まりましたね、ウィングが。じゃあ、撃っていきましょう。ヘルダウンと。はい、OK です。さあ、じゃあ、殴っていきましょう。じゃあ、ウィング撃って、あ、じゃあ、詐欺で撃って、はい、トランザムしてね。で、はい、吸収無効も撃っていきましょう。よし。で、殴っていきます。はいはい、全体消しして。はいはい、しっかりと組んでね、殴っていきましょう。
はい、OK です。これでね、突破していきましょう。はいはいはい。水で対決してるんでね、余裕でぶっ飛ぶでしょう。はいと。よーし。いいですね、20コンボ。よーし。余裕で飛ばしていく。はい、続いてです。続いては、10回走ですね。10回走、竹玉6色で殴ってください。もしなかったらね、詐欺で撃ってください。で、上杉は、ウィング、溜め直しで殴ってください。で、伊達はね、一旦待ってか、一旦待つか、詐欺で撃って突破してください。はいと。さあ、ってことで、はいね、トランザムして殴っていきます。四つ消し、四つ消しじゃないや、はいはいはい。それに三つ消しですね。三つ消しで殴っていきましょう。はい、いいですね。はいと。さあ、温存しつつ殴っていきます。はいはいはい。よし。いいですね。はいと。よし、これで削り落としていきましょう。はい、突破。よし。さあ、続いてです。続いては11階層ですね。11階層、ここ、お市が出た場合は、ホワイトベース打ってワンパン。銀千代は6色か、ウィング打って殴ってください。その他はね、詐欺で打って突破するか、それかね、一旦待ってから6色組むか、ウィングで倒してください。はいはい。さあ、さあさあ、陣があるんでね、敵のね。はい。で、今回は1ターン待つ方ですね。シャアなしです。シャアなしのターン待ちです。はい。ワンチャン落ちてくれたら嬉しいなというね気持ちで、はい、落ちてきましたね。さあ、よしと。さあ、さあ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 。いいですね。じゃあ、殴っていきましょう。ルーレット来ました。はい、攻撃も来ました。よし。さあ、まあ、ルーレットあるんでね、余裕です。指が伸びるんでね、トランザムするとね。はい、スキル打つと指が伸びてくれるんで、ルーレットパズルもできますと。はいはいはい、さあ、木を取ってきて。はい、光取って。はい、光を取ります。いいですね。さあ、あとはま、適当にね、組んで、突破です。よしよし。いいですね。はいはいはいと。よし。さあ、木の落ち込みも入りましたね。敵水属性だからかなり有効です。はい、オッケー、突破ですね。さあ、続いて12階層です。12階層ね、次、詐欺が絶対撃てる時に突破してください。次ね、花火があるんで、そこ対応できるようにしてください。で、はい、豊臣はワンパンするだけです。徳川は6色か、ウィング、撃って殴ってください。はいと。さ、じゃあね、トランザムして殴っていきます。はいはい。さあさあさあ。はい、四つ消しして。はい、OK です。きっと。いいですね。これで削って殴っていきましょう。はいはいはいと。さあ。これで、はい、削ってワンパンしていきます。よし。さあ、続いてです。続いては13階層ですね。13階層、陽気比は先に打って。で、ワンパン。で、小田はですね、6色がウィング打って殴ってください。今回、陽気比出てますね。花火来るんで、詐欺で打ってください。はい。よしと。で、トランザムして殴っていきましょう。はい。いきます。さささ、四つ消し。はい、木取ってきて、さささ、殴っていきましょう。はい、はい、はい。はい、いいですね。火と。はい、OK です。これで削っていきましょう。はい、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 はいと。いいですね。で、削っていきまーす。はい。OK。突破ですね。さあ、続いてです。続いては、14階層ですね。14階層ね、アテナ階層、火のアテナが出た場合は、そのままワンパン。6色、で、水のアテナ出た場合は、6色がウィング打って殴ってください。で、闇のアテナもワンパンです。はい。何もね、ギミックないんでね。はい。トランザムして殴っていきましょう。はいはいはい。さあ、いきます。殴っていきましょう。はいはいはい。よしよしよし。しっかりと組んで、はい、組んでと、いいですね。これで削っていきます。はいはい、はい、はい、はいと、いいですね。これで削っていきます。はい、OK。さあ、続いてボスです。ボスはですね、あと1でサギリ撃って、リーダーのエクシア撃って突破してください。残った場合はね、エクシア撃たずにですね、ウィング撃って殴っていきましょう。はい、デバフ来ましたと。さあ、じゃあね、待っていきます。3ターン待ちですね。はい、1ターン。2ターン。はい。で、3ターンと。さあ。これは、はい、3ターンと。いいですね。よーし。じゃあ、殴っていきます。はい。サギリ打って、エンハンじゃない、ドロキョをかけて。で、はい、サブのね、デバーかかってる方のトランザムしていきましょう。はい、OK です。さあさあさあ。はい、しっかりと組んで、はい、組んで。はい、いいですね。OK です。これで削っていきましょう。よしよし。さあさあさあ。削っていきます。はいと。よーし。これで突破と。さあ、続いて、ラスボスです。ラスボスはですね、エクシア5色で 50% まで削れます。で、消せない回復はホワイトベースね。で、リダフレヘイストされた時は、カーリーでヘイストしてください。で、対応していきましょう。発狂するとね、リダフレヘイストしていきます。はいと。よし。じゃあ、エクシア撃って、トランザムしてと。
で殴っていきます。6色ないのがねちょっと気になりますね。これ6色ないと通販できない可能性がありますからね。あ、いや、はい、さあ火がないのがちょっと気まずいですね。あ、いや、はい、よしと、できれば火が落ちてきてほしいんですけどね。はいと、よし、さあ火ください、火ください、火の落ち込んください。火の落ち込んが来ないと、これはまあドンマイですね。はい、でも半分削れました。よかったですね。火なくても半分削れるんですね。はい。で、攻撃を受けますと。さあ、3コンボ減少と。で、ダメージを受けます。で、削ない回復は、はい、ホワイトベースで返していきます。はいと。さあ、じゃあ、エクシア打って、トランザムしてと。よし。で、殴っていきましょう。はいはいはい。さあさあさあ。はいはい。で、これね、マイナスデバフがあるんで、ワンチャンですね、火力出ない可能性がありますね。まあ、これはマイナスとかの消し方によるんですけど、はい。可能性としてはありえますね。はいはい。ってことで殴っていきます。はい。さあ、10コンボ、闇の落ち込みが入って、さあ、倒せるんでしょうか。ちょっと火力が微妙そうですね。あーっと、残ってしまった、ミリ残しですね。で、こいつ発狂時ですね。はい、見ての通りです。はい、こんな感じになってしまうんですけど、大丈夫です。はい。問題はないですね。まあ、エクシアもあるし、サギリもあるし、何もあります。何でもありますね。はい。サギリとエクシア撃ってね、トランザムして殴っていきましょう。はい。リダフレね。もしね、リダフレのエクシアない場合もですね、片方のエクシア撃ってもらって、カーリーで変装すれば溜まるんでね、特に問題はありません。はい。ってことで殴って、今度こそおしまいです。よかったですね。死ななくて。はい、オッケーです。ってことでね、よかったら、面白かったら、参考になったら、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムはこんな感じになっております。はい。続いてね、内容解説やっていこうと思います。いつも通り、内容の前に編成紹介すると、エクシアにアレキサンダー、エクシアにカーリー、サギリにガンダム、ウィングにメニット、ホワイトベースにディーナ、エクシアにカーリーです。継承は全部スケレベ1で OK で、水軽減プラスが3つついてます。で、回復プラプラが1つついてますね。必要 HP は611,889 です。水軽減なしの場合は661,501ですね。必要スキルは26、バッチは HP です。リダフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が6個、チーム回復5個、クモ、帯と十字と、各色泥鏡とマシンタイプ追加が必要です。まず、アレキサンダー。これはスキブとチーム HP と各色泥鏡がやっぱりです。スキブ HP に注意して各色泥鏡で OK で、ラスイデアルとかアムロとかハロウィンソニアグランとか魔法石がおすすめです。続いてカーリーです。これはスキブと5色とヘイストが役割です。スキブ、ボスのリダフレヘイストに注意して火力盛りで OK です。ティーラとか、ビッグマム2種とか、リボクとか、ルフィとか、エクシアとか、正月リーチェがおすすめです。続いて、こちらガンダムです。これはチーム HP と帯とマシンタイプ追加が役割です。HP、帯に注意して HP 盛りで OK です。アイアンマンとかバルボアがおすすめです。続いてメニットです。これはスキブとチーム HP とチーム回復と十字とダブル吸収と無効貫通スキルが役割です。スキブ HP 回復に注意してダブル吸収で OK です。リーチ系とか4連とかリオ、ミオンとかアレキサンダーがおすすめです。続いてバレンタインディーナです。これはスキブとチーム回復とヒドロ鏡とサンタン変装とコンボ加算が役割です。スキブ回復力弱化コンボ加減少に注意して、手塚とかアバンとかアマツとかラスバレリアとかサニー号とか小野田坂道とかでも OK です。続いて本体代用のための役割です。エクシアはスキブ3で火力枠で指回復自己エンハンスと上限解放が役割です。スキブ火力に注意して供給がおすすめですね。バルバトスとかラスイデアルとかガンダムとか天聖ラグドラとかノクタリアとかラフィーネがおすすめです。続いてサギリです。これはスキブ4で闇枠で威嚇とロック解除陣とコンボ加算と泥鏡が役割です。スキブ属性明智盤面嵐弱化コンボ現象に注意して陣は別枠で対応して76盤面下でも OK です。エビオンとか竜愛少女とかウィザードとかガーランゴルムとかでも OK ですね。続いてウィングガンダムです。こちらはですね、スキブ6で十字でダブル吸収と無効貫通スキルが役割です。スキブ十字に注意してダブル吸収で OK で、天聖ラグドラとか、ティエラとか、水光水マゲル、水着マリエルとか、究極バリウスとか、ナミとかがおすすめですね。続いてホワイトベースです。それはスキブ2で、GMHP で十字で回復枠で、消せない覚醒無効回復が役割です。これ交換所のキャラクターですね。ということで以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。